はい、じゃあ行きまーす。はーい、出発。よいしょ。はい、よいしょ。してくれた。してくれました。あ、じゃあ積極的にやりますか。やりましたね。来たら。じゃあやりましょうかね。あとで整備券に持ってます。やれ選手権。やる。どんどん行きましょう。どんどん。タブのおじいちゃんも。いや、白バイとか来てくれるといいんでしょうけどね。ああ、本当ですね。なんかそうやって待ち出すとバイクが全然来ないって言って。全然来ないな、本当。本当に来ない。全集中野営の呼吸が。やえー、やってくれた。さすがにこっち3人からされたら圧力がまた来ましたよ。やえー、やえー、今のところ 100% ぐらい。 400% っすね。うん、100% っす。地元民に来てほしいですね。地元民に。しばらくバイクは来ないですね。見えないですね。ちょっとあまりにも唐突すぎて。あ、来た。イエーイ。女性の方でしたよね。やってくれなかった。え、女性でした今。どうも女性っぽかったです。なんか。めっちゃあのシールドがクリアだったんですけど、めっちゃこっち目で見られました。でしたね。あ、来た来た来た。やったー。なんか恥ずかしかったんだな。何やこいつらと思われたんでしょうね。やえー。ダメだった。ここに来てダメですね。ねー、あー、なるほど。あー、そうか。コーナーで安全のために相手しなかったっていうことですね。あ、チャリや。あ、チャリや。チャリやー。あー、仕方ない。いや、中にはやってくれる人いるでしょ。いますね。ねえ、あそことか行ったらね、おるけど。あー、そうか。こんなとこではやってくれない。そうそうそう。おむすまん、ちょっと前後ろ交代しましょう。はい。後ろ行きたい。どうぞ。さあ、二人の姿は後ろから舐め回します。ほんと、交番の前に何しおるんやって感じですけどね。あ、バイク1台キャップ来た。あ、来た来た来た。忍者？忍者？やえー。あー、よかった。あ、あー、あー、いやー。今のタイミングはちょっと難しいですね。お互いリスキーですね。おーい、あ、誰も乗ってない。バイク。残念。残念。野営したいのに。でも郵便局の人が野営返してくれたって結構率的には、いや、ないですよね。ああ、ね、
仕事中って仕事。これ難易度高い、難易度高い。難易度高かったけどやってくれました、ね。二人ともしてくれました。アメリカもしてくれる。はい、カキって出ましたよ、いよいよ。あ、糸島カキ。糸島カキ。頭下げよ。こんにちは。どうも。よかったよかった。よかった。お、なんか来た。やえ。あのおじさん喋っちゃったけど偉い。あれ全然関係ない人やったんですかね。地元民でしょ。地元民なんですね。地元民でしょ。これ好きでしょ全部。あ、ここが。うーん、あー、すごい。わ、めっちゃ。おほほ。バリバリ海。すげえ。うわあ。なんか止めるのも一苦労。まず、もう行けるとこ行きますか。なんかでも、なんか置いてる。みたいな。なんか置いてる。誰か予約してる。人の、そこがない。よかった今の取れとうよ。取れ取れ。おいい感じ。お待たせしました。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。乾杯。朝やつ取れてました今の。わかんない。サザエ。ここもおじさんたちが。はい、というわけで、いやみんなでカキ食ってサザエ食ってカキフライ食ってうまかったっすね。この料金でこんだけ満足できる時間が過ごせるんだったらありですね。これは綺麗な景色は見れて、美味しいものも食べて、天気も良くて満足ですね。あ、波が高い。いやーすごいじゃん。うわ、BM。オッケー。ペイン。楽しいね。やっぱパワーやね、パワー。パワーで押し切ろう。うわー、スラムダンクみたい。ねえ。眩しい日差しを背に、バーイ。あれはどこでしたっけ？湘南でしたっけ？あ、湘南ビーチ、湘南ビーチじゃないな、ここは。限界灘です。限界灘。何ですか？あっちの方やったんです。左側に駐車場ある。あ、でもここ、あれですね。
うわ、高っ。なんかめっちゃティッシュ落ちてません？めっちゃ楽しそうやったね、あの人。やっぱあれぐらいね、楽しい野営が伝わるといいね。いやいいね、でもでもなんかあれやね、阿蘇もやっぱ阿蘇はもちろんいいんやけど、いいね海も。ということで、七山を越えて、七山を越えて、ありがとうございました。お疲れ様、バイバーイ、ありがとう。ミルクをね、ミルクをチュパチュパしに行ってみてくださいね。海のミルクですよ。健全なモノブログですからね。はい。